面白いですねパーキンソン病の治療の仕方もねそうですね彼もう20年以上ずっとあの研究やってますから臨床から研究にねそうなんです脳外科医そうそう脳外科医なんだけどパーキンソン病を治すためにそうですねドーパミンを分泌する細胞を iPS 細胞で作り出す研究をされてちょうどまだ今ちょうど治験の7人の患者さんに手術が終わってその経過観察中をしてるんですよねそそうなんですの研究してる先生は まだ見れてて、ないんですっデータを公平にやるために僕も全然教えてくれなくてそうだからそのうまくいったかどうかいう要はドーパミンが出なくなることによって体中の筋肉が動かなくなってしまう動きはパーキンソン病なんですけどこれがね iPS 細胞で作ったドーパミンを分泌する細胞が働くことが分かればそうですね症状かなり改善するんじゃないかなっていう今高齢化社会で患者さんがどんどん増えてますからなんとか新しい治療法になったらいいんですけれどもこれからはい僕の 意味であるマラソンに例えると、はい、ちょうど中間の折り返しくらいまで来たかなとだからここまでは比較的順調と言っていいと思うんですけれども、うん、ただあのマラソンもそうですけどこっからが本当に大変でマラソンでも途中でドロップアウトするのはもう後半ですから、うん、こっから先が本当の勝負ですね人間ののを報告したのは2007年なんですね、はい、でその時に高橋雅代先生という眼科の彼女に会ったら「はい、5年で私は臨床に持って行きます」って言われて、うん本 当時はまだ本当にまだ基礎研究でしたから認床、人の体に移植するなんて10年20年すっごいかかるだろうなと思ってたのがちょうど5年後の2012年に厚労省に申請臨床研究の申請してただ世界初だったので厚労省でも審査にすっごい時間がかかって2年かかってようやく2014年に最初の7年後になりましたけど手術直後に行かれたんですかでででですすすかねね多分それぐらいだと思うんけど神神神戸戸戸まよの でこういういい話を聞いてたんですけどこれから僕もいろいろお勉強させていただきまして <laughs> なるほど、まあ、細胞のリープログラミングという流れができたというか、はい、多分その iPS 細胞ができたことも一つの大きな成果だと思うんですけど完全にそのゼロリセットというかもっと受精卵に近いところまで戻さなくても、うん、完全なリプログラミングじゃなくて、うん、ある程度分化した細胞、はい、まで戻すっていうような研究が結構広がりましたよね,ねすごいい広がりましたねと、うんまあ、うのは 皮膚の細胞とか血液の細胞を受精卵に近い状態までかなり大幅にリプログラミングする方法なんですけど、うん、それと同じような方法で皮膚の細胞を神経の細胞に変えたり皮膚の細胞をあの拍動する心臓の細胞に変えたり、うん、そういう違うリプログラミングもすごい研究が広がっていて、うん、これはあの両方にまあ長所短所がありますから、うん、今使い分けるみたいな形で研究進んでいます。うんまあ、どののようううなな遺伝子を導入するるとこういう感じの細胞になるんだっていう ようななところも系統中じゃないですけど、はい、そういうのもかなり研究進んでますよねそうですね,ですね、うん、例えば皮膚の再生とかを皮膚って要は火けとかでやられちゃうとあまり使わないところの皮膚を、はい、持ってきて移植したりするんですけどまあそれだと足りない場合もあるのでうそういったところにあの皮膚を作っていくっていうようなことをリプログラミングを使ってやったりとかっていうような人たちもいますよねすごくよくできてましたね。はい、系統的に面白いなと思ったんですよね人間の発生 こういういいいななメカニズムで発生をしていっていてっんかねパーキンソン病とかもそうですけどカレーがもたらす人間にもたらす影響なんでじゃあカレーをするんだなんでこう寿命があるんだみたいなことをこう考えていくとまあ意外と当たり前だと思ってるそういったものが別にこれは死なないっていうことも全然モードとしてはあるのかなっていうふうには思うようになりましたよね。 まあ、こうやって、いろいろ細胞のモードを、いろいろコントロールできるようになったってことは。あの、そうじゃない可能性ってのも出てくるのかなっていうふうに思いました。うん、だって、あんなね、単純つったら、あれですけど、四つの遺伝子を導入する。だけで、リプログラミングができる。 っていうのは、まあ、結構皆さん衝撃的だったと思うんですよ、ねうん、まあやった僕たちが一番びっくりしましたからあの今言われたにリ,リプログラミングっていうのは、ね、皮膚だった細胞を受精卵に近い状態に戻したり他の神経に戻したりで運命という意味では細胞の老化、うん、若い細胞がだんだんこう年取っていくとどんどん変わっていくんですが。うん その老化もある意味運命なので、うん、そのでそ老化という運命も変えれるんじゃないか、うん、逆戻しできるんじゃないかっていうのは今この同じような研究の枠組みの中でだいぶいろんな研究者がそんなふうに考えるようになってきてますそれも可能かもしれないっていうデータがどんどん今出てきてるのでだからもうホにダイナミックなというかすごい時代ですね本当手足とかその皮膚とかそういったまあ毛とかね、まあ、だから皮膚が再生できるってことは毛も再生するんでそういった研究も今かなり実は進んでいる 遺伝子にどんどん分化をしたりとか、うん、あるいは老化をしたりとかすると遺伝子って DNA の二重らせんのすごいこう長いひもみたいなものがぐにゃ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 ってうん、うん、折りたたまれて染色体になってるわけですけどああいうところにいろんな就職っていうんですけどいろんなこうある特定の遺伝子が働かないような化、まあ、学的な変化だったり物理的な変化が起こって、えー、くるんですが。その山中因子を 入れるとそれが ほぼリセットされるというのがすごく画期的だったんですよね。うん、まあでも意外とやっぱり細胞って単純な仕組みで動いてないと逆におかしいですよねって僕も思ったんですよ、うん、そのなんか世の中ってあまり複雑な変化が起こってすごい進化を遂げるっていうのは明らかかにおかしいですよね、うん、そんなことが多分できるわけではなくてじゃあ猿の脳みそと人間の脳みそで本質的な違いってないじゃないですかものとして猿の脳細胞と人間の脳細胞ってそんな変わんないですよねなんですけど なんか脳の容量がちょっと大きくなったら敷地を超えちゃってそう,で,す、ね、そうでもそれって多分おそらくですけど、うん、神経細胞の例えばシナプスの結合をより密にする、うん、まあより密にするというか多分それも遺伝子が倍化したりとかしてるだけだと思うんですよね 2>,、うん、2倍倍倍ににになななっっったたたりりり3とか4倍になったりして、うんうん 結合がより密になったりとか細胞の数が増えたりとかっていうことによってまあ飛躍的な知能の進化を多分人間の場合は解けたと思うんですが、うん、そういうような単純な仕組みで動いてるっていうのがすごく僕はそういうのが好きですサル、うん、よりねより人間に近いものとしてネアンデルタール人っていうのが昔はいて何万年か前は僕たちホモサピエンスと彼らは同時期にこのようにいたんです彼らは僕たちより体も大きくて脳の大きさもまあ最低でも一緒むしろ大きく なぜか私たちが生き残って彼らはもう絶滅して<ー>ただ僕たちの遺伝子の中も少しネアンデルタル人の遺伝子が混じってるらしいですけれどもでそれがなぜ違うのかやっぱり私たち人間の方がおそらくコミュニケーション能力であったり、うん、あの知識をいろいろ伝えるっていう点が優れていたんじゃないかということでその研究を今 IPS ですごいされてる人もいるんですね。人間の,あの細胞からの今ミニ脳脳今今いう小さなをを作れれるんですけどそネアンデルダル 解読した方があの去年のノーベル生理学医学賞を取られたんですけども脳に関係する遺伝子を比べると違いはものすごい少ないで人間の遺伝子を少しずつネアンデルタル人型に戻して、うん、そっからミニ脳を作ってどういう変化が起こるかっていうことを調べてる方があのアメリカとかドイツにおられて<ー>再生医療とかも非常に大切な使い方なんですけども、うん、そういう何ていうか進化というか。なな,ぜ人間は人間なんぜ人人間間はだっていう根本的 的な疑問に迫る研究としての使い方もまあ仮説としてはあれですよね、はい、そのホモ・サピエンスの多分一番の能力っていうのはバーチャルな概念を理解することができる。うん